いただきます。いや回ってんの？回ってるよ。どうもこんにちは、泉朝日です。泉朝日はスタントマンだった。最近私のコメント欄にですね、本当に大丈夫なの、ちょっと危なすぎるんじゃない、いつかぽっくり行きそうなんていう風なコメントをいただく、ありがたいことに心配をしていただいているわけなんですけれども、私世界初独学のスタントマンとして、緻密な計算のもと共存し得ない安心安全そして危険、これを、全て兼ね備えている人間でございますので、大丈夫だぞということを皆様にお示ししたいなと思いまして、今回この動画をね撮らせていただいております。まあ、やることとしては簡単です。パツッとスタントして、でニオナチとアロザレーナで、すいません、最初に言っときます。もういちいち中出すのめんどくさいんで、うん、絶対に真似しないでください。これ言っとかないと真似しちゃうんで、かなり危険だからね。うん、で今日の動画見てもらえば分かるんだけども、緻密な計算、あと安全への確信、これを得て僕たちがやってるので、いっぱい練習して、うん、安全面に確信を得ていて、なおかつ緻密に計算した人は真似していいね。それができない人は真似しちゃダメだと。それはちゃんと安全でやってるっていう。そうそうそう、ぜひそれもお届けしたい。うん、かなり気使ってやってる。気使って、気使いすぎなんじゃないかということもあるけども、一応ね、念には念というか。そうっすね。じゃあやっていきましょう。行きましょう。何個かじゃあスタンドお見せしますんで、笑ってやってください。それでは行きましょう。自転車に惹かれよう。ああ、こっちでしたね。じゃあまずは自転車に惹かれる、自転車惹かれ芸から、はい、お見せしようかなと思います。今回使うのはこちらの自転車ですね。おなじみも。おなじみのね。うん。まず、惹かれ芸するときの安全面だけ。ポケットに物は絶対入れない。そうね、危なすぎるんで。で、あとおそらく自転車倒れるんで、うん、カゴに物も入れない、大事っすね。ペットがいないところを選びましょう。そうね、この辺とかにしましょうか。じゃあ、はい、今度これカメラ撮りながら、うん、チャリンコ持って俺にこうバーンってぶつけることできますか？まあ、できますけど、それでじゃあお願いしようか。あといいっすか。うん、こういうその昆布がカメラ持ちながら俺にそのガーンってぶつけたりとか、うん、そういうのあるでしょよく。それでなんかコメント欄で、うん、昆布さんがすごいサイコパスとか、うん、これ考えてんの絶対昆布だろみたいな、うん、あるんだけど、あれ俺ね許せないんだけど。なんか自分の手柄みたいに思ってない？俺は思ってない。俺は逆に嫌だよ。いよいよいよ、面白の肝コア、うん、これを考えているのが俺っていうことを知らしめたいのに、なんか昆布ばっかりさ、カメラワークがいいとかさ、ずるいよ。頑張る。なんかブランコはなんか俺がなんかやばいやつみたいな。そう、あれちブランコ考えても俺ね。ブランコは君ね。うん、すねにブランコぶつけまくったら面白くないって言ったの俺ね。頼むよ。俺はもうしぶしぶ OK したっていうか。確かに、いやもうしぶしぶ OK してたけど、あなた遠慮なく言ってたよ。いや、その文句言ってる場合じゃないから。スタントお見せしないといけないからね。お見せしないといけないから。こう入るわ。うん、こう入ってきて、で、うまいことぶつけてもらって、こっちに行こう。うん。はい、来ました。はい、回しました。ここで気をつけるのは、大変ショッキングな映像を周りに見せることになって、なるべく視線がない時に行くと。前の人いないタイミングですね、こう、見渡してね。うん、そうそうそう。で、今、自転車が後ろ来てるので、自転車が抜けたら行くという感じで。うん。ぶっ飛んでアローザレーナですね。そうですね。ぶっ飛びザレーナでお願いします。うん。いくよ。せーの。このようにですね、今大変ショッキングな映像をね、お見せしたかと思います。本当に驚かれた方もいると思います。ごめんなさい。びっくりしたよね。あ、こんなやるんだって。でも、見てください。ピンピンしてる。そう、俺はピンピンしてる。いつだって。危険じゃないんです。ただこれ、緻密な計算のもとにやらせていただいてるよっていうのだけご理解いただいて。ちょっと痛かったですね。痛かったね。若干ね、若干ね。痛みは伴うよっていう。まあ、それはね、ぶつかってるんだから。そう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 。だから全然安全だぜ、怪我ないぜっていう。うん、そこをお見せしたい。うん、はい、次行きますか。次行きましょう。階段から落ちよう。階段落ち芸、これも真骨頂、はい、うん、と言っても過言じゃないね。階段落ち芸、大事なところは、うん、本当に安全面、まあ、安全面ですね、うん、基本的には別に階段から落ちるだけなんで、うん、周りのことは特に気にする必要ないと。まあ、人が歩いてたりするとダメだけど、
まあ、あんま人が見られてない瞬間ね。その瞬間を狙うってのは一緒で、今のチャリンコとかは正直ミスっても、ああ、やめようやめようってなればいいだけなんだけど、階段はその途中でやめようができないので、うん、本当にあの安全面、うん、みんなでリハ、うんうん、をやりましょう。一つ大事なこと、はい、階段落ちでやるとき、あのポケットに物入れない。ポケットの物入れないね。危なすぎるんだよ。これはもうずっと一緒。あの鍵とかもダメだよ。チャリキーとかも入れといちゃダメよ。うん、太ももに穴開くからね、うん。じゃあこれしまいましょう。今日ちょっとあれにしようか。剣でバトルして、で、うわーっとなって階段落ちていくみたいな。うん、ああ、いいじゃないな、それが。金、で、バーン、うん。で、このまま、うん、ドカン、うん。で、多分この辺で肩ついての、ガタンガタンガタンって押し、うん。で、最後ここで、うん、アロザレーナスね。うん。ちょ、もう一回やっていい？いいよ。傘折れちゃった。傘折れちゃった。あの危ないんだよ、うん。傘やめましょう。危ないか。折れてる傘とか使うの。これ後で昆布置いていいですか。邪魔すぎるんで。それは無理。そもそも昆布の傘だよ、うん、これ。俺あげたから別に俺のもんじゃないの。じゃあげたんじゃないよあなた、うん。自分が傘持って帰るのじゃだるいから俺のチャリに刺したんだ。まあでもそれはもう君のものになってる完全に。なってない。俺は借りてる状態だから返しますよ。それのじゃないから。マジで。いや俺がマジでだよ。ずるっ。いやそもそもコンブのもんじゃ、うん、あの傘って、うん、で俺は別にその傘をもらうなんて言ってない。勝手にあなたがぶっ刺したの俺のチャリに。コンブさんはサイコパスってコメントくんじゃないこれ。いや俺それあなたがサイコパス。ドン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 バーンドシーンドカーンでガタ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 ドン、これのスタートで、うん、ちょっとあの人いるんで一回その何にもしてないよう感出しましょう。うん、桜綺麗だねみたいな、桜とかもいい感じだねみたいな、春だねみたいな、咲いてるし、ああ咲いてるよもう、うん、満開、うん、あれ満開ですか。どう満開、満開でお満開あります。うん、せーの、来たな、ピンピンしてんだよね。ピンピンしてんだね。うん、ああ、ただ独学ですので、自分がなんでできてるかわかんないです。詳しいこと聞かないでほしい。うん。じゃあ次行きましょう。はい。ブランコをすねにぶつけよう。そうだよ。これはちょっとスタントとは違うのかもしれないですけど、視聴者の皆様を安心させるという意味で。一回ぶつけとこうかなと思って。この前ショートで上げたやつってことだよね。この前ショートで上げたやつ、あれすごく心配のコメントが来てしまったので。そうだね、あの大丈夫だぞというの、あと、うん、これって面白いことなんだぜっていう、笑ってあげてっていう、人にはやっちゃダメだけど、絶対ダメだよ、うん、俺と昆布の信頼関係があって初めて成立することだからね。あれタイミングも全部決まってるし、うん、当たる場所も決まってその上でやってるわけだから、お友達同士でだけのところにいきなりこうでバゴーンって当てるのはこれは絶対にダメ。これ、もう、デカラアロザレーノで、もうアロザレーノにぶつけてください。うん。ね、すごく痛そうに見えると思います、本当に。うん。すごく痛そうに見えると思うんですが、これ、痛くないぶつけ方があるんです。痛くないぶつけ方があるというふうに思ってください。そうやって思ってみた方が楽ですよ、気持ちが。じゃあ、お願いします。うん。一回位置もらっていいですか？うん。はい、了解です。よし、じゃあ泉レーナするんで、よし、じゃあ行きますよ、はい、お願いします。ね、全然大丈夫でしょ、これ入ってないよね。のこの本には今はね、うん、そう、うん、レガースつけてるんじゃないかとかね、そう思うよね、確かに。でもね、大丈夫なんです、レガースつけなくても。つけなくても痛くないんだよね。そう、ただこれが絶対やっちゃダメよ。やらせてもダメだしね、うん、どんなに信頼関係があろうと俺のすでにブランコぶつけてくんないって頼まれるその友達の気持ちにもなってあげてほしい、まあ、俺とコンボの信頼関係があってこそ初めてみたいなところがあるっていうのだけ理解してもらって、はい、よし、じゃあ次行きますか。行きましょう。あ、こんなのは楽勝だったんで、ピンピンしてるんで、うん、
よくない、それがよくない、これで痛いですみたいな雰囲気出すのがよくない。確かに、うん、あの気をつけて、大丈夫です。はい、看板にぶつかろう。まあいわゆるぶつかり芸ですよね。そう、電柱や看板なのにぶつかると、うん、ここに今こうぶつかると、はい、いうあのスタント、はい、これは本当にあの僕が中学生の時からやってるスタントなんで、うん、これに関してはね、あの誰にも負けてないと思うんだよね。それに関して負けてないということ。だって俺これの歴で言ったらもう10年越してんだよ。看板ぶつかり歴で言ったらその辺のスタントマンには負けないかなっていうのがあります。なるほどね。うん、すげえじゃん。すげえじゃん。友達のあんま聞きたくない自慢話聞いた後みたいな。うん、反応ね、すげえじゃん。そう捉えられちゃうかな、やっぱ、うん、こいつ自慢してんなって思われちゃうかな、やっぱすげえじゃん。え、会話しようぜ、なんか分かんないけど。この時に気をつけるべきこと、視聴者の皆さんも分かるかな。今度何か分かります？何回も今日言ってます。ポケットから出して、そういうこと、いいですか。ポケットの中に物は絶対に入れないで、で、周りをしっかり見るね、しっかり見る。の豆知識1個いいですか。いいよ。周りの人がどうしてもこれ見られちゃうなっていう時は、うん、あの一回リハします。で、一回リハして、あの人たち今撮影しててああいう演技やるんだっていうのをあの知らしめる、うん、あの知らしめればあの大丈夫です。いきなり来てバーンってぶつかった、それはあの通報もんだ。まあそうだね、頭おかしい人、ね、頭おかしいからそれはね、うん、まあリハしてるとこでは頭おかしいけどね。こう来てのこうどこで行きますか。そうだね、うん、たまにはね、うん、でじゃあこうバーンぶつかって多分また倒れる感じになって、うんうん、で泉玲奈、泉玲奈ね、うん、まあ入れなきゃその安心できないから、うん、俺たちが届けたの安心だからね、うん、安心と仁王立ちね。安心は仁王立ちを見せたいわけじゃないけどね。安心を見せる術が仁王立ちしかなかったの。はい、多少汚れはしましたけど、まあそれ安心の仁王立ちでね。そうです、そうです、もちろん、うん、あの仁王立ち見た段階でみんなホッとしたと思う。あ、泉大丈夫かなっていうのがありつつ、最後仁王立ち入れることで、うん、安心安全お届けできたんじゃないかなというふうに思います、うん。本日やったね、スタンドはですね、すごく緻密な計算と度重なる練習、まあ、検証をもとにですね、うん、安心安全を確信してやっておりますので、うん、あの絶対に真似しないようにしていただくというところですかね。俺らの動画全般そうなんだけど。そうだね。だ、真似していいのはあのトラベリングの動画だけです。トラベリングのね。うん、あれだ、あれがやったら真似していいよね。うん、それじゃあ、WBC 日本代表優勝ということでね、お祝いの言葉をじゃあ、昆布からよろしくお願いします。どうぞ。まあそうなんです。ちょうどさっき優勝して、それ見てから来たからね。見てから来て、まあ本当にすごかったね。すごかったよ、うん、村上、そうだね、岡本、まあ、ヌートバー、うん、すごかった、ダルビッシュ、うん、全員、ね、大谷でも全員野球だったね、日本は。うん、まあそんなところで、うん、WBC 日本で優勝おめでとうございますという動画でした。ありがとうございました。はいはい、はい、背中を痛めて完全に、まあ、結構エグい音してたからね。エグい音したまた、うん、まあ、しょうがない、危なかったね、うん、子供たちが見てる前で子供ができないから、うん、周りをしっかり見るって大事なことです、うん、え、回ってんのもしかしてまだ回ってないよ回ってないやつじゃないだろ、うん、